忘れんなよ。レイチェルはお前に愛想を尽かしたんだってこと。この船は最悪だ。こんなことなら自分で宇宙を泳いで行った方が安全ってもんだ。あなたの考えは分かってる。カークを殺せば私があなたの元に帰ると思ったのね。あなたが、みんなあなたがやったんだ。人間も捨てたもんじゃないよって言いたいけど、こんな状況じゃね。ようこそコギトエルゴスム号へ。この映像は管理状況の変更に伴い自動的に再生されています。この宇宙輸送船は新型 AI を用いた管理システム OD10 によって運航しておりましたが、非常事態発生のため
AI をバックアップに切り替えて運行しております。船内における皆さんの活動には支障はありませんが、不明な点がありましたら乗員に遠慮なくお尋ねください。